こっちは？あ、いやーマジか。取ったら、あーね。ブロンズアーマー。いやでも、いいものをいただいた。ちょ、回転切りしたい。回転切りしたいからお前らもうちょっと寄れ。もうちょっと寄れ。寄れよー。寄りなよー。なあ、寄ってよ、寄ってよ。寄らな、あ。ああ、もう、よ、いや、こんなんいける？いやー、いけないよ。もういいよ。普通にやるから。寄ってよー。あいだ。16。回復した方がいいな。でやー。でやでやーん。ああ、もう。めっちゃ上から刺してくる。脳天を刺してくるよ、槍で。で、あ。あー、めっちゃうろうろするし。これで終わりよ！ずしゃー。骨系の敵ってどこのゲームにもいるけど、どういう原理で動いてるんやろなー。不思議やなー。不思議だよなー。ポーションで回復して、で、なんだっけ、ブロンズアーマー。ブロンズアーマーって、ブロンズメイドロギー、ブロンズアーマー。あ、強いじゃん、いただき。あ、強いじゃん、いただき。よし。よし、取るだけ取って。じゃあ、向こうか。うんしょ、うんしょ。向こうの上に行って、もしかして向こうもお城かな？うわぁ、こっちがお城側か？あれ？さっきもこの光景見た気が。まさか、ループしてる。ループしている！あ、なんかあるな。ガチャ。やっぱりこっち側開くんだなぁ。これは？あ、シェルターだ。ありがてぇ。なんかいるけどな。開かないのかな。あ、開いた。なにこれ、ゾンビ？やだー。B ゾーン？あ、やべ。触っちまった。B ゾーンだ。敵にもならないし、やだ、怖いー。敵になってくれた方がまだよかった。やろうぜ。その盾なんなんやろなー。かわいいけどね。あれかな？戦いの場所で、こう、敵を油断させるための盾なのかな？フクロウが流行ってるもんね。フクロウかわいいねってなるためのやつかな？よし。そろそろレベルアップとかしないかな？ここ。まあでも大体全員倒す感じだもんな、レベル。こっちは？あ、開いてんじゃーん。お？あ、こっちから出られんのか。出られんのか？ちょっと待って。ちょっと待ってよ。ここが脱出口だとして。こっちは？開かないか。あ、開いたわ。なんもないのか。向こう側も気になっちゃう。向こう側も気になっちゃうんだから、復活してる。復活してる。無限に復活するのかな。レベル上げしようかな、いつで。弱いし。あ。ここはなんか、捕まりそうだな。一回外に出てみよう。一回外に出て、ちょっと、逃げられんならね。てか脱走されてんじゃん、これ。絶対、かつてここから。かつてここから。あれ？あ、横に行けないのか。じゃあここじゃないのかな。あ、落ちるー。あ、なんだ今の。ここで止まる。あ、登れるんだ。あ？登れるけど。あ、こうやって降りていこうっていう？え？あー、そしてこうやってね。なるほど、なるほど。次どっち？お、なんかある。こっからも出られる？あ、でも、
ドアが開いてないけど、ここか？入っちゃう？もう入るね、黒野くん。どこにでも入っちゃう。あ、こんなところもあるんだ。あ、それでここに出んのか。なるほど。白銀券だ。買わなくてよかった。買わなくてよかったな。おいおいおい。やったー。4000円得した。4000円得しちゃったぜ。で、これどうすんの？積んでる。積んでる？これ。あ、登るんだ。そうなんだ。登れるんだ。じゃあもうこれどこにでも行けるじゃん。なるほどね。アイテムはこうやって取るんだったのか。じゃあやっぱり道はあっちか。オーケーオーケー。ああ、ちょっと待って、帰れない。帰れないよ。あそこを抜けていくしかないか。ま、じゃあお前らは見逃してやるよ。後ろから叩いたら一発だろうがな。これどうなるんだろう、後ろから。あ律儀ね、黒野くんは。今、後ろから叩けば一発だったのに、律儀よね。ザシャ、あ、強くなってるし、なんかエフェクト変わった？白銀剣特有のエフェクトか？いいじゃん。いいじゃない。ポーション。よし、これで、上のあの二人も、ズタボロにしてやろう。あいつらもズタボロったーい。わー、だだだだだだだ。白銀剣手に入れたよ。脱走者だ。どうも、脱走者です。ご無沙汰しております。お元気でしたか。あ、かまいたちじゃなくて、回転切りできそう。あれ死んだ。あー、60ぐらいなのか、HP。100ぐらいかと思ってたけど。いいじゃん。いいじゃん。かっこし。よーし、お金がいっぱいだ。一応回復してみるか。なんかちょっと節目かもね、これ。一応回復して、満タンにして。よし。こっちはなんもないか。頼もう！あ！やべ、所長いる。あ！ひえ、お助け！あー、そういうね。重役がヘタレ。っていう。あ！ルッコちゃん！クラノン助けに来たわよ！もうはちゃめちゃだなぁ。って言っても自力で逃げ出したわね。なんかつまんないなぁ。楽しんでるね。さあ、こんなところとはさっさとおさらばしましょう。やっぱりこの国なんかちょっとやべえなぁ。やべえ匂いがする。秘密の書類が落ちてる。読んでみますか？ゴルディ王国刑務所所長殿へ、ドラゴン戦車の設計図。ドラゴン戦車の頭には本体が受けたダメージを回復させる機能がついています。頭？はぁはぁはぁ。この頭には天、火属性の技を防ぐシールドが装備されていますので、剣やピストルによる攻撃でしかダメージを与えることができません。なるほど。つまり剣などの攻撃で頭を壊されない限り、ドラゴン戦車が倒されることはないと考えてよいでしょう。なるほどね。勉強になる。勉強になります。セーブするか。一回ここでセーブして。よろしい。よろしいです。なんて出る？王国裁判。ほう。まあ、そのドラゴン戦車とやると戦うんでしょうね。こんなおあつらい向きみたいに置いてあるってことはね。気絶している。いただいた！あ、こいつからも。やったー！ 5 個を見つけた。やったぜ。よかった、触っといて。触っといてよかった。よっしゃ、逃げるぞ。だった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 。あ、なんだ？え、まさかここに持ってくるなんてことないね。何の音かしら？まさかこんな細い道に持ってくるなんてこと。わー持ってきやがった。落ちるだろ、これ。アホか、どうやって持ってきたんだよ。行け、ドラゴン戦車、テロリストとも叩きのめせ。めちゃくちゃだ。こんなのめちゃくちゃだよ。なるほどね。じゃあ、あ、頭、車輪、連携、あ、頭が全体を修理。ほんとだ。なるほど。頭。
とりあえず頭を壊せば連携技が使えるはずだ。うわー、これでも、あー、天と火が効かないってことは、あ、でもこうやって戦っても来るからな。うわ、34結構効くな。あ、なんかやってくる。うわー、燃えるあ、間違えた。そっちじゃないよー。うわー、ちょっと待って。11。そっちじゃないんや。いや、でも回復すると思うな。回復すると思うんですよね。頭。うわー、熱い熱い。こちらも回復と、しゃれ込もうか。あ、回復してこなくなったな。なんだ。車輪が体当たりエネルギーを貯めている。ちょっと待って。ちょっと待ってくれ。技じゃない。あー、アイテム。ポーション。てか、ミドルポーションでいいのか。ミドルポーションにした方がいいんだな。ミドルポーション。で、200回復するのか。いいな。頭。うわー、よしよし、回復の後で。いいよ。とりあえずいいよ。じゃあ、まだ頭でいいか。熱い。あ、27効いてる。いきなり強くなるのやめてや。あ、いいぞ。よっしゃ、壊れた。これでもう回復しないのでは？じゃあ、連携。あー、ちょっとやめて。ちょっとやめてくれ。火炎車輪じゃーい。これが強いんですよ。わー、燃えてる燃えてる。よし、いいぞ。で、黒野くん回復したいな。黒野くん、ミドルポーション。よしよし。ルッカちゃんも一応、ポーションで。いいですわよ。わーノアーよし。で、いや、連携するか。連携。火炎車輪。これが強いんですよね。まあ、これが強いから、プレイヤーがこれをやりたいだろうって想定されてる敵だよね、これ。13。もう一回連携しよう。いやー、熱い。連携。火炎車、あー、火炎車輪。めっちゃ荒ぶってる。あ、大丈夫か？回復しないとまずい。回復しないとまずいぜ。大丈夫かな？死んでくれ。あ、経験値40を手に入れた。え、これで死んだ？ 500 円。催眠音波を覚えた。へえ。これで終わりかよ。なんだよ、ザコだな。お！でやー！かっこいい！バゴン、バゴン。落ちそう。ドットラゴン選手が修理するんだ！ナムチャな。すぐに修理するのか。あ！さようなら！また来てよねー。ズカ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 。貴様ら覚えておるよ。ちょ、倒せ倒せ。ここで。よいしょ、よいしょ。よいしょ、よいしょ。すごいな。体幹が鍛えられてるね、大臣。うんしょ、うんしょ。よいしょ、よいしょ。こんなもんか。ま、このぐらいにしといてやるかな。あ、お城。この作りは、あ、こうなってるんだ。え、ここって、姫の部屋があったとこかな。あれ違うかな。脱走だー！ここは強行突破しかないわね。え、あー、そういう？強行突破だー！わーい！脱走だー！おやめなさい。あ、誰？マールニア様。やったー、マールちゃんだ。あ、服着替えたのね。それが、やっぱ、正式な服装。その方は私がお世話になったのよ。客人としてもてなしなさい。あら。あら、どこかで聞いたことがある。しかし、どこかで聞いたことがあるわね。私の言うことが聞けないの？いえ、滅相もありません。そこまでじゃあ、お？あれ、大臣。よく生きてこれたな。大臣。位置が高い。ガルディア王33世様のおなわり。図が高。図が高ですね。父上。いい加減にしろ、マールディア。
お前は一人の個人である前に一国の王子なのだぞ。違うもん、王子である前に一人の女の子なの。そうだよな。ジョーカーになど出るから悪い影響を受けよって。元からですよ。影響じゃない、私が決めたことだもん。マールディア、こんなとこもいたくない。私城で、家出じゃないってこと、城でするわ。あ、脱いだ。マールディア様、行こうからな。あ、城でした。わーい、何をしておる。おえおえい。ああ、喧嘩しちゃったね、王様。マールディア。あ、まだ危機的状況？いたぞ、逃がすな。やべ。戦う？うわぁ、めっちゃ詰められてる。もう逃げられんぞ。おとなしくしろ。やだー。助けてー。これで空き地に逃げるってこと？でも空き地には何もない。と思いきや？行き止まり？ルッコちゃん、こんな時のために用意しておいたのさ、ゲート。用意してたんじゃないんだ。どこに繋がってるかわかんないってこと？行こう！行こうってどの時代に出るかわからないのよ。今度は帰ってこれるかどうかも。どうする？それでもいい。私のために来るのが捕まっちゃうこの時代よりは。マールちゃん、かっけーぜ。マールディア様。あ、これ大臣も連れてっちゃうパティーンのやつじゃ。もうどうとでもなるだわ。行こう、クラノ。よし、行こう。レッツラ。やったー、わー。アデュー。あ、消えた。どこの時代に出るんだろう。もっと昔かな。いやー、現代の王国ってもうちょっとマシなのかなって思ってたけど。ちょっと、うわ？キャー！未来か、これ。いったー。これ基本的に場所は変わらないからなー。さすがにここまでは大臣持ってこられないわね。けどここ、どこ？どこだ、ここ。随分と文明は発達してるみたいだけど、まるで別の星に来ちゃったみたいだね。へー。ちょっと待って。体力体力をちょっと一応ね、回復したいよね。ポーションでいいからね。ポーションでいいからちょっとね、回復して、はいはい。こっちとか出られんの？どっち？まあ上のドアも気になるけど。うわ、どうなってんだこれ。あれ？滅びてんのかな？文明は発達したけど滅びちゃった感じ？バンゴドーム。なんだそれ。何が起こったの？大陸がなんか、めちゃくちゃぐちゃぐちゃになってるし。これが未来だというのか。僕たちの。